ねえリスタ、一つ聞いていい？あ、なに？アリア、その不気味な藁人形で誰を呪うつもりなの？これはリスタルケ人形、一生懸命髪の毛抜いて作ったんだから。あら、なんだかウェーブのかかった毛もあるわ。はい、ダメ、コンプラ的にダメ、みんな引いちゃうからダメ。でもウェブ版では。それもダメ、世界観壊すようなメタ発言はダメ。次回第10話、老人なのに強すぎる。あ、本当に髪の毛だけなのかな。